はいどうも猫トイレはデオトイレを愛用している猫ほうパパです。 猫用のトイレにはいろいろありますけど個人的にはデオトイレをおすすめしています今回はデオトイレをおすすめする理由についてお話をさせていただきますよろしくお願いします猫トイレは紙トイレとデオトイレ式と全自動トイレの3種類があるといえます紙トイレは水分に反応して固まりおしっこも固まるもので固まった紙をスコップですくって回収台も回収する形になります自動トイレはその名の通り自動で動いて 排泄物を取り分けてくれるのでたまった排泄物を週1で回収すればいいというものですで、おトイレはおしっこはシートが吸収してくれるので週1にシートだけ交換するだけで OK で台だけスコップで回収するというものになります猫トイレにはこの3種類があります紙トイレは安いのが最大のメリットです ただし大も小も全部自分で回収しなければならないので最も手間が必要なものだと言えます紙のトイレは実は僕も最初使ってたんですけど紙トイレはちょっと危険だなと思ったことがありました猫の鼻って基本濡れてるんですけど紙トイレの紙の成分が猫の鼻について固まっていたことがよくありました下手に使ってるとそのまま猫の鼻が塞がれそうなレベルだったので怖くなって我が家では使うのをやめました ただコストは最も安いのでで財布と相談って感じですねただ紙トイレは匂いも正直めちゃくちゃ臭かったです全自動トイレは実は僕らも使ったことがないので何とも言えません便利そうだなって思いはあるんですけど猫が使ってくれなかったりもし誤作動が起きて猫が使ってる時に動作したら怖いなと思ってしまいます実は各社から案件もよく声をかけていただいているのですが怖くて試していません また価格が高く3万円以上するものがほとんどですそこもデメリットですねただ使ったことがないのであんまり大きなことは言えません誰か分かってる人いたらコメントくださいで、おトイレはシートと砂が分かれているのが最大のメリットとなっていますおしっこに関しては全部シートで吸収してくれるのでその手間が省けるのが メリットの一つですただ台に関してはスコップで回収しなければいけませんがある程度の臭いは抑えてくれていますもちろんずっと放置しているとさすがに匂ってきますがただ紙トイレよりは全然臭いは少ないですそして病院で尿を持ってきてほしいと言われたときはシートを排除すればそのまま下の,そのシートが入っているトレイで採取できるのもメリットだと感じました 実際我が家でも尿検査の時はいつもトイレで簡単に採取できたので良かったです個人的にはそこまでコストもかかってないのでデオトイレが一番おすすめな感じですね正直コストを考えると紙トイレが一番いいんですがどうしても健康被害が怖いですうちではそういう理由でデオトイレを使うようにしていますそして紙トイレはちょっと臭いんですよね僕はあの匂いを我慢することができませんでした 全自動トイレはパパもちょっと気になってはいるんですがあまり試す勇気が出ないのが正直なところですはい今回も最後まで見てくださった皆さんありがとうございました他にも疑問に思うことや質問などございましたら動画にして答えていきたいと思っておりますのでよかったらコメント欄に遠慮せずどしどし書いてくださるとパパが喜びますこの動画をいいと思ってくださったらチャンネル登録高評価よろしくお願いしますそれではまた次の動画でまたねー